こんにちは、こんばんは。ナコールハッピー結婚しようチャンネルです。今日は男女の好みと性格の心理学というお話をお届けします。このチャンネルではこういった結婚、婚活、恋愛心理学のことであなたの恋愛や結婚生活に役立てていただけるような内容のお話をしています。周囲を見渡してみると、多くのカップルはどういうわけか男性の方が背が高く、女性の方が小さいことが多いです。ですが、理想の身長は男女でうまくバランスが取れているようです。男女でうまくバランスが取れていることは他にもあります。それは男性が自分より年下の女性を好み、反対に女性は年上の男性を好む傾向があるということです。 1. 好みの傾向。 1. 男性の方が身長が高く、女性の方が低い。街中を歩いている恋人たちや、あるいは公園を散歩しているご夫婦などを観察していると、とても興味深い現象に気づきます。どのカップルも大抵男性の方が女性よりも背が高いという組み合わせになっているのです。もちろん例外もありますが、基本的には男性の方が女性より背が高いという組み合わせが大半のように思われます。そんなに背が高くない男性でも、彼女はというとさらに背が小さくて、やはりカップルとしては男性の方が高いのです。都心の女性でも彼氏は190センチ近くあるというような組み合わせになっていることが多いものです。もともと男性の方が女性に比べれば身長が大きいのだから、そんなのは当たり前だと思われるかもしれませんが、心理学的には違う理由があるのだと言いますよ。これはお互いに相手に求める理想の身長のバランスがうまく取れているからです。男性は基本的に自分よりも背が小さな女性を好み、女性はその逆で自分より背の高い男性を好む傾向があるのだと言います。アメリカのマサチューセッツ州にあるホーリークロスカレッジのジェームズ・シェパード氏は、未婚の男女について理想とするデート相手の身長について調べたそうです。するとね、女性の 95% が自分より背の高い男性を選んだそうです。3% がね、自分と同じ身長で、 2% だけ自分より背の低い男性が好ましいって答えたそうです。一方男性はね、 80% が自分より背の小さな女性を好んだそうです。 14% が自分と同じ身長が好ましいって答えて、 6% が自分より大きな女性の方が好ましいって答えたそうです。割合的に見てね、結局男性は自分より小さな女性が望ましく、女性は大きな男性が望ましいって考えているので、男女でお互いの好みのバランスが取れているわけですよね。男性は自分より小さな女性の方が好ましいわけですから、小さな女性とお付き合いできれば幸せですよね。一方女性は自分より大きな男性の方が良いって考えているわけで、女性にとっては自分よりも大きな男性とお付き合いできる方が嬉しいに決まってます。もちろん男女交際においては身長よりもお互いの愛情の方がずっと大事なことですから、愛情さえあれば相手がどんな身長でも気にならないかもしれませんが、心理学的マジョリティで世間を見れば、男女の理想の身長はうまくバランスが取れているということですね。丸に年齢もバランスが取れている。カップルといえば中学、高校、大学と見回してみても、男性の方が先輩で女性の方が後輩という組み合わせが、その反対よりもはるかに多く見られますよね。というより女性の先輩と後輩の男性が付き合うというケースはやはり稀なケースですよね。この現象は職場でもやっぱりそうで、男性の先輩と女性の後輩という組み合わせはどこに行ってもごく普通に見られますが、その逆はやはり少数派です。ドイツにあるマックス・プランク研究所のカール・グラマー氏は、コンピューターデートサービスに登録している男女2600名を対象にした研究を行って、男性の、年下好きを確認したそうです。ディラマー氏によると、未婚の男性は平均6歳下の女性を好み、離婚経験のある男性は10歳年下の女性を好むようです。フランスにあるランス大学のニコラス・ベイラント氏も、結婚相談所に登録している男女のデータで同じような研究をしているのですが、男性は平均5歳下の女性を望んでいました。興味深いことに、女性は女性でやはり5歳くらい年上の男性を望んでいたのです。つまりね、
男女がお互いに望んでいる年齢のバランスがすごくうまく取れているわけですね。もちろん年上の女性がタイプという男性もいるでしょう。しかし統計的に言えば、多くの男性にとっては自分よりも5歳くらい年下の女性にアプローチした方がうまくいく可能性は高くなると言えるでしょう。なぜなら女性は年上男性に惹かれやすいからです。弟みたいな年下男性がタイプという女性もいるでしょうが、やはり統計的に言えば自分よりも年上の男性を探した方がいくらでも相手を見つけることができるでしょう。3、学歴の好みもバランスが取れている。またベイラント氏の研究では、男女がお互いに求める相手の学歴についてもバランスが取れていることが確認されているそうです。男性はね、 54.4% が自分よりも学歴が下の女性が好ましいと答えるのに対して、女性は自分より上の学歴を求める人が 74.4% だったそうです。ここ最近のね、結婚相談所的に見た時にも、20代30代の女性に大卒が増えてきて、大卒男性は女性がね、大卒でも高卒でもそれほどこだわりは見えないんだけど、大卒女性の場合はこの傾向の通り、圧倒的に大卒男性を求める女性の方が多いです。もちろんね、学歴や年齢にしても統計的なお話ですので、現実的に男女とも言えることは、好きになってしまえば身長も年齢差も学歴もそんな細かいことにはこだわらなくなるものだとは思います。昔からね、恋は盲目って言われているくらいですからね。4、男性はやっぱりみんな巨乳好きなのか。男性はね、どういうわけか女性のおっぱいが大好きなようです。女性の胸が嫌いだという男性はまずいないでしょう。巨乳好きとまでは言わなくても、おっぱいそのものに興味がないという男性にはほとんどお目にかかりません。なぜ男性が女性の胸が好きなのかということについてはよく分かっていないそうです。赤ちゃんだった頃のノスタルジックな気持ちを思い出させてくれるからとか、柔らかな感触が好きだからとか、いろいろな説が提唱されてはいるものの、とりあえず女性のおっぱいが好きということだけは間違いなさそうです。フランスの南ブルターニュ大学のニコラス・ゲーガン氏の、男性が巨乳の女性に無意識のうちに吸い寄せられるという興味深い実験データがあるそうです。ゲーガン氏は20歳の女性にジーパンにね、白い T シャツで化粧はしないでヒッチハイクをするようにお願いしたそうです。その彼女はね、15名の男性からごく平均的な魅力だと評価されている女性だそうです。時間は午後2時から6時までと決められました。ただしね、ヒッチハイクにあたって女性は事前にブラジャーのカップを変えるように指示されていたそうです。 A カップ、B カップ、C カップ、この3つの条件でヒッチハイクをするというものです。そしてね、その場面を500メートルほど離れたところから2人の観察者が測定していたそうです。ドライバーが車を止めてくれるのかどうかっていうことと、ドライバーの性別を調べたそうです。実験結果はね、ドライバーが男性の場合、この時ね、774人の実験をしたそうです。 A カップの時止まってくれた人が 14.92%、 B カップの時に止まってくれた男性が 17.79% で、 C カップの時に止まってくれた人が 24% なんですね。ドライバーが女性の場合、429名の女性を調べたそうです。 A カップで止まった女性が 9.09% で、 B カップの時に止まってくれた女性が 7.63%、 C カップの時止まってくれた女性が 9.33% だったそうです。ドライバーがね、女性の場合にはヒッチハイクをする女性のブラジャーのカップには全く影響を受けませんでした。ところがドライバーが男性の場合には、女性がね、 A カップの時よりも C カップの時の方が多くのドライバーが車を止めてくれました。やはり男性は大きな胸に吸い寄せられるということが実証されたわけですね。世の中はとかく不平等不公平にできていて、胸が大きいというだけでいろいろな行為を受けられる女性もいるということになります。職場でね、チヤホヤされたり、お客様にごひいきにしてもらったり、幸い巨乳に見せるブラパッドなどもありますので、女性はなるべくね、自分の胸を大きく見せるようにした方が
いろいろな場面で得をすることもあるかもしれません。それでは今日はここまでで、また来週結婚婚活恋愛心理学のことをお話しさせていただきますので、お楽しみに。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。